皆さんこんにちは。二松流中山文庫会の中山候補です。今日は、こうしてご覧いただくと分かりますように花菖蒲という、ね、画材で、生けていきたいと思います。この花菖蒲ですけれども、この5月6月6月に向けてですね、徐々に育っていって、花を咲かせるような画材です。アヤメ科の植物ですね。こういうこう二松流の中ではこう葉組物というようなね、言い方をいたしますけれども、葉を、組み替えて入れていく、ね、そういうお花でもあります。で今日は、角花という、ね、形ですけれども、角花というのは、二等辺三角形、こう垂直線があって、こちらにこう、ね、正方形が半分になった三角形を、ね、ちょっと真眼で、見ていただきまして、それに当てはまっているようなお花というような、ね、ことであります。そして、天地人というような、ね、言い方もいたしますけれども、この三角形の中で、3歳ね、天地人というね、3つの、役だといいますか役割があるわけですね。でその天に当てはまるのがこの体、この辺が体になるんですね。そしてこの辺が陽、人に当たるところですね。それから、地に当たるところが止めというね、役割であります。けれども、その3つで、受けていくお花であります。でそれぞれ、ちょっと組んでるね枚数が違ってきたりしますけれども、それをちょっと、説明していきたいと思います。まずタイからね、いくとですね、これがタイの葉は、こちら4枚で組んでおります。3枚に後ろ沿いの葉をつけたというね、ところですけれども、この組み方は、基本的にはちょっと透明の葉を使って説明していきたいと思いますけれども、基本がだいたい3枚、ねというところがあろうかと思いますけれども、自然ではですね最初の1枚が出ます。でこの、葉というのは方向性があるわけですね。これこっち向いてるわけです、ね、葉の先が。そして、もう1枚がこの後ろから、後ろからというか、まあ、葉の中からですね、葉の中から生えてきてこれを追い越していく、これが2枚組というね組み方になります。そしてこの中に、もう1枚、追い越した葉ね、追い越した葉の間からこの葉が伸びていきます。ですから、この外側の葉は向かい合わせ、そして真ん中の葉はどっち向いてるかというと、やっぱり直前に生まれた葉の方を向いて、育っていくわけですね。ですから短い方2枚が長い方を向いている、そういう姿に入れていってます。そして、この葉の方が5枚組というね組み方をしています。5枚組というのはね、古い葉の育った順番でいうと一番古い、こっちですね、一番古い、2番目に古い、3番目に古い、4番目に古い、一番新しいというね、そういう葉組ですね。タイの方は4枚組というね、ことで、3枚組に後ろ1枚つけて、でこれ折って、おりますけれども、風に折れた風情を表現しているというふうなね、ところです。花菖蒲園などを行きましても、そういう葉がね時折、見受けられますので、そういう姿を、このお花の中に映し込んでいるというね、そういうふうに思っていただければと思います。そしてこの、タイのところは前にも葉がありますけれど、こうね葉同士表向けといてこうサンドイッチしてるわけですね。その中から花が育っているようにこう見せるというところがね花菖蒲の、特徴でもあります、ね。陽の葉は陽の葉を前に入れて、その後ろからこう花が育っているようにね、見えるわけですね。トメもサンドイッチしておりますね。トメの葉、それから、奥のね、栄え葉を入れて、間にこう花がね、あるというようなね、姿となっております。それからこの控えというんですけど、後ろに2枚使ってます。ちょっと奥行きがね、あると、奥ゆかしいと言いますかね、ちょっと、風情が出るかなというところで、2枚。入れておりますけど、これはなくても別に今日の場合はね、三彩閣、この三角形に太陽止めというところだけを入れているね花形ですので、これは別に入れなくても構いません。はい、今日のところはねそのような、組み合わせの中で入れていきますけれども、またね、映像をご覧になっていただいて、その後に、説明、少し加えたいと思います。
皆さんいかがだったでしょうか。ね、映像の方を見ていただきましたけれども、花菖蒲というのはこのような入れ方するんだなということがね、少しでもちょっと理解していただければ大変ありがたいなというふうに思います。これからの時期ね、本当にこの花菖蒲が徐々に育ってきて花を咲かす、そして花菖蒲園の方も6月近くなってくるとですね、開園されようかと思います。その時期に花菖蒲に行ければ大変いいなというふうに願っております。今日のところはこのようなね、花材で行ってまいりました。また次回お目にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。